どうも、キーツクでかいマドです。おしゃしゃ、たまた、タルタル、バケツくん鳥バケツかわというわけでですね、今回マズラビで都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、令和のミスター都市伝説、ミスター関を呼んでみます。うわぁ、こんばんは。あ、ニョハズリ、やぁ、ミスター関、チキンだな。ヤンニョン。今回の都市伝説はつい200年前まで存在し、人間と巨人が共存し、歴史から抹消されたとされるタルタリア帝国。この帝国は史上最大の帝国だったにもかかわらず、この世界から忽然と姿を消したというのね。というわけでですね、今回そのタルタリア帝国について触れていきます。13世紀から19世紀初頭までタルタリア帝国という国が存在していたのね。この国はヨーロッパと激しい戦闘を繰り広げ、1816年、大量の核兵器による攻撃で、国民もろとも姿を消したというのに。嘘終わりでいいかその後、支配階級は様々な手段を使って歴史を改ざんし、この国の存在をそもそもなかったことにしてしまったため、教科書に載るはずもなく、人々の記憶から抹消したというの。これは、ね、俗に言うネットのヤバいやつの間で流行ってる話なんだけど、彼らが言うこと全ては嘘とは考えられない。そうですね。しょ、今までがそうだったらしょ、今までしょ。狂ったよ。ではなぜ今こうやって存在が明るみになっているのか。それはタルタリア帝国の偉大さにあるのよ。タルタリア帝国はユーラシア大陸の北側全体、シベリア、中央アジア全域をカバーしており、東は千島列島から満州、朝鮮半島まで、南はインドの一部、西はウラル山脈から小アジア半島まで及んでいたというのね。グランドラインかよ。ロマンあるだろ。また北アメリカ大陸の大半とブラジル、ペルーなどの南アメリカ大陸の一部まで半ズにしており、まさに史上最大の帝国だったのね。そんな偉大だったタルタリア文明の痕跡は現代世界にたくさん残っていると言われているのね。支配階級の歴史改ざんによって詳しいところまでは不明だけども、よく見るとタルタリア文明がどのように滅ぼされたのかなどを痕跡を見ることにより予測することができるのよ。例えば様々な国で見かける玉ねぎ頭の大聖堂、一般的に一番上には先頭が立っており、その下にはドーム、その下には柱がいっぱい立った円形の構造物、1階部分のアーチ型の扉や窓が印象的だというのね。大聖堂っていうのはね、キリスト教でいう天使とかね、祀られてたりもするけど、玉ねぎ型っていうところに注目してほしいんだね。黒柳徹子さんだよ。まだ生きてる。この建物こそがタルタリア様式の建物だというのよ。そしてこのタルタリア式大聖堂の本来の目的は、タルタリア文明の根幹をなすエーテルエネルギーを電気に変換するフリーエネルギー発電所であったというのね。次は横浜でも有名な赤レンガ倉庫。倉庫としての役割もあるけども、本来の用途は赤レンガは酸化鉄を含み電気を通すため、タルタリア文明においては赤レンガ倉庫は電気エネルギーを蓄積する蓄電池として使われていたというのよ。一時期住んでた。感電した。そして大聖堂で発電した電気を建物自体に大量に蓄電し、そこから町の各所に無線で送っていたというのね。そしてタルタリア帝国に主に住んでいたのはロシア系のアーリア人、モンゴル系のタタール人、およびネイティブアメリカンだったというのよ。そして国民たちは皆協力的で、とても穏やかに暮らしていたのね。おぉ、核爆発。そしてエネルギーが無料なため、農作物も豊かで、食料の心配などもなかったのよ。文明はフリーエネルギーで動いており、ふんだんな電気を無料で大量に使うことができたため、電気技術が発達し、技術水準は現代文明をはるかに凌駕していたのね。これらの技術っていうのはどこで手に入れたのかっていうと、あるんだけでしょ。だって巨人の話あるでしょ。畳かけすぎ。そしてタルタリア帝国の特徴として、もう一つ、人間は巨人と手を取り合って共生していたというのね。それは写真でも残されており、とても仲睦まじい関係であったというのよ。そしてこの帝国が消え去ったのは1816年2月、ロシアを中心にタルタリア帝国の領土に大量の核兵器が撃ち込まれ、帝国は壊滅的打撃を受けたというのね。そして核戦争後に地球的規模の大洪水が世界を襲い、人々は死に絶え、都市が泥に埋まったというのよ。
マジ、お国の人か。その後、支配階級は何食わぬ顔で都市を掘り出し、タルタリア帝国の遺跡を破壊しながら、生き残った人たちを無人の都市へと移住させ、歴史を改ざんし、帝国とそのフリーエネルギー文明の存在そのものを歴史の彼方へと葬り去ったというね。初めて核兵器がぶち込まれたのは、あのマンハッタン計画でしょ。1900年代でしょ。でもこれ1800年代にはもう核兵器が存在してたっていうことを示してるんだよね。やばいでしょ。松岳呼んでるよ。このタルタリア帝国の真偽はともかくして、この話は今からたった200年弱前の話なのね。地球規模の大洪水は数千年前に起こったというけども、つい最近にも大洪水が発生し、巨人が地上に住み核戦争が起こった。もしかすると我々が認識している歴史的な年代は大きく改ざんされ、神話は年代が合わないようにバラバラにされ、真実がわからないようにされたのかもしれない。なぜなら今の教科書の基盤となっているのがフリーメイソン上位階級の者たちが編纂した百科全書が全世界のベースとなっているからだね。青チャートに書いてあった。懐かしい。